もサムライショーです。動画の最後に告知ありけり。今回やっていく企画はお久しぶりのカムバックフォトショ職人。フォトショ職人に加工依頼した結果が相変わらずツッコミどころ満載だったので、そちらを見ていこうのコーナー第11弾です。この動画がいいなと思っていただけた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。フォトショ企画待ってたよ、まだまだ続編見たいよって人は高評価よろしくお願いします。はい、それでは早速本編見ていきましょう。これだ。依頼内容、友達に不意に捉えたから中指を立ててるみたいなポーズになっちゃった。なんとかしてくれない？絶対自分の意思で中指立ててるやん。これはまあこういう系の依頼にはフォトショ職人めちゃくちゃふざけるからね。どうせ中指立ててるめちゃくちゃヤンキーみたいな写真にされるよ。めっちゃ家庭的な男。依頼内容、彼が両手を中指を立ててるのをやめさせて。これは彼女さんが彼氏の中指をやめさせたいっていう依頼ですね。大人になって中指立ててる彼氏、まあまあ恥ずかしいですからね。これはね、フォトショ職人に止めてもらいましょう。お、ちゃんと中指引っ込んでるね。足で煽ってくんな。依頼内容、元彼を写真から消してくれない？写真に彼氏がおるとちょっと思い出しちゃうもんね。消すぐらいやったら簡単なんで、ちゃんと消してくれると思いますよ。ちょっと残すな。ちょっと彼氏が横にいた感を残すな。依頼内容、幻想的な写真にしたいの。水の中にいるようにして。あー、確かに水の中やったらもっと幻想的そうやね。洗濯かけられた。事件じゃん。依頼内容、お気に入りの写真なんだけどしっくりきてないの。いい感じにしてくれない？任せてくれ。3パターン用意したよ。お、フォトショ職人ちょ頼もしいん。ケーバスな。ケツから火を吹かすな。もう人間じゃなくなっちゃったね。人体錬成めっちゃ失敗した人みたいになっちゃった。依頼内容、シートベルトのせいで私の可愛さが半減だわ。どこかにどけて。シートベルトをしやんかったらタンコブできる。シートベルトしやんかったら頭打ってタンコブできるからね。依頼内容、後ろの水漏れ注意の看板が邪魔だわ。消してくれない？あ、邪魔だね。こける。水漏れ注意の看板消えたらお前らはこける。依頼内容、机の上が汚くて嫌なの。あと後ろの扇風機も邪魔。あ、なんかめっちゃ注文多いなこの人。もっと光を強くして肌を綺麗に見せたいから。がめついなこの人めちゃくちゃ。あとは胸がはだけすぎだから。机どんからかしゃん。もうフォトショ職人めんどくさくなっちゃった。依頼内容、地面から衝撃波が出てるみたいにして。なんかかっこいい感じの写真にしたいんかな少年は。あー、少年アイアンマンの着地の衝撃波で少年吹っ飛んでる。依頼内容、お尻にブースターをつけて宇宙の先まで飛ばしてください。何それ。無理やった、ブースターがヘボすぎた。依頼内容、スカシを削除してくれない？お金を払うのがもったいなくてね。これは有料の写真素材のスカシを消してタダで写真を使おうとしてますね。まあフォトショ職人の技術ならできるとは思うんですけど、雑。タダで使おうとするやつに対してはフォトショ職人めっちゃ雑や。依頼内容、おばあちゃんのふざけた顔をやめさせてくれない？確かにおばあちゃんちょっとふざけてるね。これはこれでいいけど、ちょっと直してもらおうか。お、スープ。フォトショ職人がふざけまくってる。おい、ベロ伸ばしてスープペロペロすんな。依頼内容、景色が見切れちゃってるからこの画像を背景にしてくれない？あ、確かに背景変えたらいい感じになりそうやね。背景メインすぎる。依頼内容、帽子をかぶり忘れちゃった、かぶせてくれない？まあ帽子かぶせるぐらいだ、フォトショ職人簡単や。こんなんね。あの動画な、な、な、これ。あ、写真と同じ場所のやつ調べてる。ランドン？ランドンのチケットを取ってる。おお、なんかフォトショ職人が車で移動してるけど。なんや、空港来た。フォトショ職人空港来たよ。なに、旅行する気なん？ね、雨、あいにくの雨やけど。いい、なんとか着いたね。おお、ちょっといいね、バカンスっぽくて。こんなバッグ一つで来たん。わー、なんかすごい。うわー、いいなー、なんか行ってみたいな、こういうところ。わ、なんかオレンジ待って。もうなんか家がもうカラーがすごいよ、発色が。何これ。あ、帽子。帽子買いに来たんや。あ、なるほどね、女の子の帽子を選びに来てあげて。メキシコ来てる。メキシコのなんか変な看板に来てる。変なって言っちゃった。あー、海も綺麗。さすがやね、メキシコ。お、なんやなんや。あ、写真のところ。あ、写真のところついてきた。あ、ということはフォトショ職人が帽子をかぶせた。フォトショ使えば5秒で終わりやん。
本編は終了いたしましたが、ここでお少々メロンパーカーの侍将にお切り替わりいたします。スリンゴス、本日メロンパーカーよりお知らせが2つあるでございます。本日メロンパーカーチャンネルの方で歌ってみたが投稿されましたでございます。あ、カイ君、あの声帯炎でテンション低すぎるわ。それはもうしゃあないな。みんなでメノマを歌いましたので、ぜひお聞きくださいませ。言ってこます。さらにさらに、本日メロンパーカー6人の LINE スタンプが発売されましたでございます。なんてエレガント。うん、どれもこれも可愛いイラストで非常に使いやすいと存じております。おいでやす。恐縮ですが、概要欄に LINE スタンプへ飛べるリンク貼ってあるでごわんす。ぜひみんな買うでやんす。歌ってみたはこちらから飛べるでりんす。ほな、うちらはお茶でもしばきに行きまっか。かしこまりました。